表則とは中国語における漢字音を中古音の鳥類に従って大きく2種類に分けたもの。漢字で重視される発音上のルール。平らは表則、即は上昇、巨昇、日照である。即とは傾いたという意味であり、上、さ、日照を一括して、即性都市表則と対立させた。なぜ、上、さ、日照を一括したかについては、 諸説あるが、民国の州方向は、論文、説表則において7世紀までの文字と漢字の体音資料をもとに、表彰は音節の長さが比較的長く、速性は比較的短かったためと結論づけている。漢詩においては、表彰字と速性字を交互に置くことによって、リズムや音の調和を作り出した。表は南北朝時代から文や詩において重視され、 後世の詩や曲でも重要な要素であった。日本語では一般に、表則を整えるという使われ方をし、この場合はほぼ、手にお葉を整えるの意味である。このほか表則するという使われ方もするが、この場合の意味は、矛盾点を訂正する程度の意味である。表則には、辻妻とか上里という使われ方もあり、表則が合わないというように否定的な意味で使っている。 表則とは平らと則の組み合わせであり、近代史では最も重要な規範の一つである。漢詩では表彰の脇に、則性の脇にを記入し、表則を明示することがある。例として、土穂の詩、春望の一節を分析すると、となっている。なお、国は現代中国語では、第二世であるが、古代では日照であり、則である。具体的な規則については、 近代史の規則を参照すること。ベトナム語にも表則が存在する。成長の隊員がんと、隊員不言が、平ら、隊員さ、隊員包囲、隊員がおよび、隊員難が、即である。ありがとうございます。